hearing guitars like someone in love. 監督はすごいリアルを求める監督だったので、台本もほとんどもらえずで、本当に眠い時は本当に寝ないで行けっていう感じの監督だったので、そうですね、本当に自分自身のリアルさをすごい追求されたかなっていうふうに思います。全然違いますね。日本は結構すごいカットとかもすごい決めてやる監督がすごく多いので、こんなに長いカット撮ったの初めてですし、それに結構日本の作品っていうのは時間に追われてるのがすごく多いので、限られた時間の中でどれだけ撮れるかっていう感じなんですけど、監督は本当に何回も何回もテイクを重ねてくれるので、本当に自然に近いお芝居ができたんじゃないかなと思います。私はこの映画祭自体にも行くのが初めてなので、なんかいろんなことを感じて、なんか本当に自分がどうなるっていうよりも方なのかなっていうふうにも見ていただけたら嬉しいなと思います。